ライトインポップにもっと鉄道を、毎日大阪駅チャンネル。皆さんこんにちは、毎日大阪駅チャンネルです。この列車は USJ ラッピング電車になります。ユニバーサルスタジオジャパンの新エリア、ニューニンテンドーワールドのラッピング車両です。2021年1月27日にデビューしました。さあ、この電車が発車するシーンをどうぞご覧ください。それでは間もなく発車です。ぜひゆっくりと見てくださいね。それではどうぞ。ドアが閉まります。ドアが閉まります。ご注意ください。内回り天王城名行き発車します。ドアを閉めます。ドアにご注意ください。次に一番乗り場参ります。電車は51分発普通ユニバーサルシティ方面桜島行きです。足元赤色のところでお待ちください。福島、野田、西九条、梶川口ユニバーサルシティに止まります。行ってしまいましたね。本日は2月3日です。さあ、まもなく桜島行きの電車が来るみたいです。こちらはどんな車両が来るのか、ぜひ見てくださいね。まもなく一番乗り場に18時51分発普通ユニバーサルシティ方面桜島行きが8両で参ります。一番乗り場ご注意ください。普通ユニバーサルシティ方面桜島行きです。足元赤色のところでお待ちください。電車が参ります。止まります駅は福島、野田、西九条、安治川口、ユニバーサルシティ終点桜島の順に止まります。この車は弁天町、大正、新今宮、天皇両面には参りませんのでご注意ください。前から4両目、足元4番の位置は女性専用車です。ご理解ご協力お願いします。次は福島に停まります。大阪、大阪です。一番乗り場に到着の電車は普通のユニバーサルシティ方面桜島行きです。この電車はラッピング電車ではない323系です。桜島行きの停車駅は福島、野田、西九条、安治川口、ユニバーサルシティ、終点桜島です。大阪環状線は非常に過密路線であるため次々と電車がやってきます。この日も平日のラッシュでしてたくさん人がいますが、桜島行きの電車は比較的空いております。大阪環状線、福島、野田、西九条へ行かれる方には穴場となる電車になっております。夢前線直通の電車は朝と夕方しか運行がないため、お昼にユニバーサルシティへ行かれる方は大阪環状線内回り、大和路快速、関空紀州路快速などになって西九条で夢前線の電車に乗り換えましょう。それでは間もなく発車です。ドアが閉まります。ドアが閉まります。ご注意ください。普通桜島行き発車します。ドアを閉めます。ドアにご注意ください。次に一番乗り場参ります。電車は関空紀州路快速関西空港和歌山行きです。前4両関西空港行き三角印1番から4番青色のところでお待ちください。後ろ4両和歌山行き三角印5番から8番オレンジ色のところでお待ちください。途中ひねのでひねなしをいたします。次の関空紀州路快速は前4両が関西空港、後ろ4両が和歌山行きです。本当に乗り間違いに気をつけましょう。まもなく関空紀州路快速が参ります。関西空港行きはまもなく1番乗り場に
18時54分発関空紀州路快速関西空港和歌山行きが8両で参ります。前4両関西空港行き、後ろ4両和歌山行きです。途中ひねので切り離しをいたします。後ろ4両は和歌山行きです。一番乗り場に電車が参ります。ご注意ください。電車が参ります。ご注意ください。次は福島、西九条、弁天町、大正、新今宮、天王寺、堺市、三国ヶ丘、大鳥、泉府中、東岸和田、熊取、ひねのの順に止まります。前4両関西空港行き、後ろ4両和歌山行きです。女性専用車ございませんので、あらかじめご了承ください。次は福島に止まります。大阪です。一番乗り場に到着の電車は関空紀州路快速関西空港和歌山行きです。この関空紀州路快速は途中ひねの駅で切り離して運行されます。先ほど注意したのですが、気づかずに和歌山に行ってしまう観光客や外国人が本当に多いため、大阪環状線内回りに乗るときは行き先をしっかりと見ましょう。もし間違えて乗っても途中駅で4両目から5両目に移るなど落ち着いて行動してくださいね。また大阪環状線の内回りの駅へ目指す方はうたた寝にご注意ください。気がついたら和歌山や関空なんてこともあります。まもなく電車が発車します。ドアが閉まります。ドアが閉まります。ご注意ください。次に一番乗り場参ります。電車は57分発大和地区間快速奈良方面鴨行きです。参加印1番から8番緑色のところでお待ちください。足元緑色のところが乗車位置です。区間快速鴨行きは環状線内天王寺までの各駅に止まります。次に来る電車は区間快速奈良方面鴨行きです。大阪環状線内回りから大和路線を経由する電車はすべて221系で統一されています。まもなく電車が来ます。まもなく一番乗り場に18時57分発区間快速奈良方面鴨行きが8両で参ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。一番乗り場に電車が参ります。ご注意ください。電車が参ります。ご注意ください。大阪環状線内回りの各駅に行くときにうたた寝してはいけない電車第2弾です。先ほど説明した関空紀州路快速と今回映っています区間快速、もしくは奈良方面に直通します大和路快速となります。もしうたた寝をしてしまうと気がついたら奈良や京都の僻地のかもなんてこともあります。そんなこともないようにぜひ気をつけてください。それではまもなく電車が発車します。
ドアが閉まります。ドアが閉まります。ご注意ください。7方面、カモイキャンセルします。ドアを閉めます。ドアにご注意ください。電車は足元に到着します。足元、白いは3回目です。